まずはマリーンズの先発中森、ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。ファウルになります。次が4球目打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている源田。中森、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。茶谷、アウト、ツーアウト。バッターボックスには指名打者のウーネンティン。ツーアウト、ランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。低めはこれは入っていました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。外外れてボール。ボールになります。フルカウントです。見逃し三振。ライオンズの攻撃、バッターは4番山川。マリーンズリードで迎える2回、引っ張った、取った、一塁送球します。アウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックスには5番中村。まずはワンアウトを取っています。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ここは打ち上げています。掴んでツーアウトです。打席には6番バッター栗山。ツーアウトになっています。ボール球ですがキレがあったんで振ってしまった感じですよね。確かにキレがいいように感じます。打ちました。サードゴロです。サード取った。ツーアウト、ランナー一塁。バッターは7番に入っているアイト。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいコースでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。最後はファールグラウンドで掴んで